ウィリアム・アルモン・ウィーラーはアメリカ合衆国の政治家、ニューヨーク州選出会議員を呼び、第19代アメリカ合衆国副大統領。ウィーラーはニューヨーク州フランクリングン・マローンで生まれた。彼はバーモント大学を卒業した後1845年に放送会入りし、マローンにおいて法律業務を始めた。彼は1846年から1849年まで、 フランクリン軍の地方検事であった。彼は1850年と1851年の衆議会議員及び1858年から1860年まで衆議会上院議員であった。彼は第37議会に共和党から選出され、1867年と1868年に州憲法制定会議の代表を務め、 第41議会から続く3期を会員議員として選出された。ウィーラーは1876年に共和党副大統領候補に指名されたため、会員議員候補の再指名はされなかった。彼は1876年に共和党のラザ・フォードビー・ヘイズの伴走候補者となり、1877年3月に副大統領に就任し1881年3月まで在職した。 彼は病気のために公的活動を引退し、1887年にマローンで死去した。彼はモーニングサイド墓地に埋葬された。ありがとうございます。